秋の多摩湖にやってきました。紅葉が少し始まっています。これから多摩湖を出発しまして、狭山湖のいつものグラベルロードを回って多摩湖一周、狭山湖一周していきたいと思います。それでは行ってみましょう。今日は富士山も見えてます。多摩湖を出ますとすぐにこちらの多摩湖周遊道路に出ます。こちらを走りまして狭山湖に向かっていきます。ここから10分ほどで、こちらのですね、山口観音近くまでやってきました。ここから、周遊道路を外れまして狭山湖に向かいます。 MKS 三ヶ島ペダルオールウェイズに、変えたんですけれども、非常に、回転がスムーズで、摩擦を全く感じません。 MKS のペダル、おすすめです。狭山湖に到着です。よし。多摩湖と狭山湖はですね、山口貯水池、そして村山貯水池というんですけれども、東京都の、飲料水の元になっています。狭山湖に到着です。それではですね、こちらの湖に沿いまして、この広がる、こちらグラベルになるんですけれども、こちらをぐるりと一周していきたいと思います。狭山湖の堰堤を抜けまして、これからですね、グラベルに入ります。よし。グラベルが始まりました。よいしょ。よいしょ。あ、きつい。この分岐を左へ行きます。通行止め、車両通行止め。あ、自転車もダメ。あ、そうですか。あ、木切ってるんですか。あ、そうですか。12月4日多分大丈夫です。あ、そうですか。あ、分かる。ちょっとすみません。じゃあちょっと平野岡行ってから行きます。はい、すみません、ありがとうございます。いえいえ。平野岡に来ました。ここでちょっと休憩します。狭山湖から20分です。よっこいしょ。この丘の上にテーブルと椅子があります。今日はどなたもいないようなので、利用させてもらいたいと思います。よいしょ。それではまた、グラベルに戻りたいと思います。すいません、じゃあちょっと場所によっちゃじゃあ押していきます。はい、すいません。ただいま、樹木の剪定作業中ということで、車両は通行止めということでしたが、押していくならいいということで通してもらいました。あ、すいません。はい、すいません、通ります。あ、よし。
この辺で大体半分になります。ここにあった案内板ですね、事故によって破損したようです。もう少しで、東京都側に入ります。この間もお伝えしたんですが、埼玉側ですね、このグラベルがこうした砂利主体のグラベルなんですが、東京都に入りますと今度は土主体のグラベルに変わってきます。六道山公園の展望台ですが、本日は、工事中のため登れなそうです。よいしょ。ここがまたペデストリアンデッキになっております。この下がインフォメーションセンターになります。ちょっと休憩しましょう。ということでグラベルが終わりました。いつもの、トンネル3連発行ってみたいと思います。横田トンネル行ってみましょう。さっきのトンネル抜けまして道なりにずっと行きますと、こちらの青梅街道に出ます。こちらの山口本店さんの次の道を左折します。この坂を上がってくると再び多摩湖周遊道路に出ます。はい、多摩湖狭山湖一周していきました。今回は2時間で、一周してきました。まだ紅葉がそこまで綺麗ではなかったですが、富士山も見ることができました。ぜひ一度皆様も多摩湖狭山湖一周してみてください。それではまた、チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。